にちは。テイクアウトでおうちレストラン始まるよ。川口ブルワリーに到着。ここは川口市の中心にある川口銀座商店街、通称ジュモール。この商店街を抜けて八軒通りの交差点まで出てきました。この八軒通りの交差点の左側に立つビルがフジマルシェビルでございます。今日はこの1階にあるお店にお邪魔します。フジマルシェビルの1階には店舗が立ち並んでいます。で、この中を歩いていくと少しずつ音楽が聞こえてきました。この正面に見えるお店が今日訪れる川口ブルワリーさんです。川口ブルワリーさんはお店の前にたくさん看板があって、お店が届けたいものがすごくこう伝わってくるお店作りになっています。お店の楽しみ方、これはすごくいいですね。さらにテイクアウトのメニュー、そして店内で作られている店内醸造のビール、通称川口ビールね。テイクアウトのピザの情報については今ピザ半額という期間限定でのお得な情報もここにありました。そんなワクワク感がある川口ブワリーさん、いよいよ入っていきます。店内に入って最初に見えるのは家飲み応援団という言葉ですね。これ素敵ですね。川口ブルワリーさんは店内での醸造しているビールに加えてワインや川口名産のこの調味料、そして全国のクラフトビールなどたくさんのこのお酒類なども販売しているので、こちらも一緒にこう家飲み用に購入できるようなお店作りになってます。クラフトビールの案内もいい感じですね。一番人気ピザが完成。今回ご紹介するのは川口ブルワリーさん看板メニュー、おつまみピザであるフライドエールチキンピザ。こちらは本格的な釜焼きのピザです。冷蔵庫から取り出したピザ玉を粉につけて、そして引き伸ばしていきます。ピザ玉からも美味しそうな雰囲気が伝わってきますね。これをどん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 伸ばしていきます。このピザ生地を伸ばす場面はやはり見ると
美味しさが伝わってきますね。どんどん伸ばしていきます。こねてこねてこねて伸ばしてちょっと緊張気味な店長さん、どん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 伸ばしていきます。すごい伸びますね。この段階では長く丸くなってもしっかり丸くなるようにどんどん伸ばしていきます。大体ピザ玉は冷蔵庫内で12時間ぐらい解凍させて、はい、発酵させて、冷蔵庫内で12時間発酵させたピザ玉。ナポリピザよりも厚めのピザなので、はい、大きさも少し大きめですかね。だいたい2サイズあってですね、 L サイズが24、5センチぐらいですか、ね、あ、すごい。それのが、まあ、10センチぐらい、一回り小さいぐらいのサイズになってます。でっかいですね。結構そうですね、もう一回りなんですね。あ、まだまだ伸びます。すごい大きさになりますね。だいたいこれぐらいサイズ。すごい大きくなりましたね。そしていよいよ生地が完成しました。で、生地が完成すると次の工程、今度はトマトソースです。美しいですね。思わずつぶやいちゃいました。このピザはベースにあのラクレットチーズですね。はい、女性とかも大好きな、結構香りが強いタイプのラクレットチーズを使ってます。はい、めちゃくちゃたっぷり乗せますね。まだ乗せます。すごいですね。焼き上がりが楽しみになります。続いてブラックオリーブも惜しみなくたっぷり乗せていきます。ピザによってはデザート結構乗せてから焼くのも多いんですけど、どちらというとこのピザどう乗せます。あ、ここで焼きの工程に入っていきます。もりもり、ね、巨大なものが登場はい、巨大なチリトリの上に乗っていよいよ釜の中へ。見ているだけで美味しそうです。釜の中では300から320度で2から3分焼くそうです。あっという間に焼き上がるんですね。ビールに少し、ビールも混ぜた調味液に浸してですね、作っております。すごいですね。あのコーラとかだとお肉柔らかくなっているから、うん、少しビールにつけて、うん、うちのオリジナルビールにつけて、寝かせて、一晩寝かせて作ってますね。ピザを焼いている間に唐揚げの仕上げをしていきます。唐揚げも店内醸造のオリジナルビールで漬け込んだこだわりの唐揚げを揚げていきます。聞いてるだけで美味しさが伝わりますね。ピザも焼き上がってきました。いよいよ仕上げになっていきそうです。右の方が色づいてくるので、はい、はい、わちょっと焼き色も、あ、いいですね。はい、仕上げですね。そうです。はい、もうちょっとあと少し焼き上がりが楽しみですね。はい、
してピザが焼き上がりました。焼きたて、うわー美味しそうですね。この後ピザに驚きの盛り付けがありました。すごいですね。シーザードレッシングですね。なんとシーザーサラダがピザの上に完成したのです。これは初めて見ました。子供が大好きなシーザーサラダ。すごいすごい。ここに唐揚げが登場です。うおーすごいですね。こんなピザ初めてです。これはすごい。このあとさらにクレソンが乗せられていきました。これもなかなか見ないですね。でさらに最後この上にマスタードが乗っていくんです。すごい。最後マスタードですね。いやこれはもう本当見たことないピザですね。子供も大人も大好き。一度見るとなんかすごくハマりそうですね。そして完成しました。フライドエールチキンピザ。いやーほんと作り方を見るだけで食べるのが本当にワクワクしました。キュポランに込めた思い。素敵ですね。マスコットキャラですね。とピザが焼き上がるとピザを入れるケースに絵とメッセージを書いていたのです。絵は川口のマスコットキャラキュポランでした。店長にお話を聞くとこれはやはりこう子供も大人も喜んでもらえるようにと、とにかく楽しんで食事をしてほしいという思いでキュポランを中心に絵を描いてお客様に届けるということをしているとのことでした。キュポランの中から出てきたフライドエールチキンピザ、うお何度見ても本当に美味しそうです。そしてどうやって食べたらいいのと感じますね。いよいよ試食です。こちらですね、当店のオリジナルビールにつけた唐揚げになってますので、その唐揚げも少し柔らかくですね、あとはピザにもですね、通常のピザと違ってラクレットチーズを使ってますので、はい、非常に香りが良くて、この蜂蜜も今出てきますので、蜂蜜をかけてぜひですね、召し上げてください。ハニーマスタード風になってます。あ、いいですね。こちら蜂蜜を、はい、かけましょう。はい、じゃあかけていただいて、うわー美味しそう。あーこの流れがいいですね。あー意外な組み合わせですけども。そうですよね。ぜひこれでサラダも包んでですね、はい、お召し上がりください。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、こんな感じです。どうやっていくんだでは、いただきます。これすごいですね。どうやって食べるんだろう。でもなんか唐揚げもこれ乗せるのはすごいな。またちょっと唐揚げだけでちょっといってみよう。これはすごい、食べ応えすごい。いっちゃいます。
合いますね。なんかピザのこの生地とマスタードと唐揚げ、蜂蜜がこれ絶妙ですね。なんか想像していたよりも美味しい。すごい。最後の耳はパリッパリですね。やばい。さらにいっちゃいますね。今度はチーザーサラダの、ピザとチーザーサラダの組み合わせ、これはなかなかないですね。ここにさらにお肉を乗せて、あ、これこれはすごい、もう落ちそう、いきます。これもやばいですね。シーザーサラダピザってこんなあるんですね。いや、すごい色味だ。これね、子供から大人まで大好きですけど、これ一回食べたらやばいですね。やめられなくなりそう。おいしい。もうまさにドドドーンですね。はい、ごちそうさまでした。川口ビールとセットで、川口ブルワリーさんはもう一つおすすめとして、この注ぎたての店内醸造のクラフトビール、これもテイクアウトでできるそうです。ですのでピザとセットでおすすめですね。種類は4種類あるそうです。こちらも楽しみですね。三原店長の思い、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます、はい、ピザ本当に美味しかったです、はい、そう言っていただけると何です、はい、ありがとうございます、はい、このピザはどういう風にして生まれたんですか。あ、そうですね、まあ、もともとピザ自体はやっぱりいろんな食材が乗せられるっていうので、うん、はい、地元密着 の, お店なので、うん、いろんな埼玉とかあるんですけど、地元のものを乗せてピザを季節で出したいっていうところで始まりまして、このピザ自体はまあインパクト重視ではあるんですけど大人も子供も楽しんで食べれるようなピザっていうところを一つ考えて、で、まあ、うちのちょっとビールに漬け込んだ唐揚げとかですね、そういう特色を出しながら、お客様と一緒に切りながら作りながら楽しんで食べてもらえればなと思って作りました。そうですね、すごいですね。多分 どうやって食べようかなっていうのもあると思うんですけど、それも含めてこうみんなでワイワイ言いながら楽しんでもらえればいいかなっていうビデオです。いいですね。確かに食べ方のバリエーションがすごいですよね。唐揚げとかで食べてもいいし、シーザーサラダだけで食べてもいいし、一緒に食べてもいいしね、で蜂蜜は後でかけてもいいし。そうですね、いやでも素晴らしいと思います。はい、店長はこちら入ってこられたのは、大体どれぐらい、はい、このオープンと一緒ですね、はい、まあ、5年前ぐらい、5年目なんですね。そうですか、はい、でその時はどんな気持ちで、どんな思いでこちらの方に入られたんですか。そうですね、私ももともと外食のチェーンの田舎さんの出身なんですけれども、はい、やっぱりこう地元に根ざした、うん、お店ですとか、はい、仕事がしたいと思って来てですね、実際川口はその時初めてだったんですけども、はい、こうその中で地元の人に連れて行ったり、お客様に覚えてもらったりすると、やっぱり地域の会社のお店とか仕事いいなと思いになりました。なるほど、ね、そんな思いに入ってきました。あ、なるほど。で実際こう勤めていて、このお店で働いていて、こんな時が楽しいのか、こういうところ会社が好きっていうところっていうのはどんなところがあるか、はい、まあ、地元を本当に川口に密着してますので、周りの企業さんとか、
でみると実際にいろんなサークル初段階とか先輩の方もいれば、まあ、ママさんのサークルとかもあったりとかですね、いろんなコミュニティがあるなって思って、皆さんそれぞれやっぱりうちのピザビールを通してあの楽しんでいただくと、まあ、店長また来るよみたいなのもありますし、あの実際川口に住んでるんですけど、プライベートでも普通に泡店長みたいな気が抜けないっていう面もあるんですけど、まあ、そういう身近に、人とつながれるっていうのが良さかなと働いてると思います。なるほどですね、はい。今あのこのまあ大変なちょっと状態になってるんですけど、はい、あの逆にこう今をこう逆にまあチャンスとして捉えていくと考えると、こう店長の中でこのテイクアウトもそうですし、ここのお店の売りというものを生かして、どんな風なお店にしていきたい、どんな風にして乗り越えていきたいなというふうに、はい、描いてます。あ、はい、まあね、想像しない事態ではあるんですけども、もともとうちのお店も飲食だけというのは食物販店という形で、はい、あのお酒も販売したり、こうお持ち帰っていただいたりというのも、あの川口の地元のコミュニティの場として使ってもらえればいいかなと思ってましたので、まあ、どちらかというとビアレストランというイメージが強いんですけども、これを機会にあのお家でもこう楽しんでいただけたりできるんだというのを、もっと地元の人にも知ってもらえたらいいかなと思ってます。まあ、そのためにも、まあ、持ち帰りのテーカーとか、うん、まあ、そういう、ね、お酒とか調味料とか販売してますので、まあ、その魅力をもっともっと自分たちが伝えていければ、あのより地元の人に喜んでもらえるかと思ってますので、まあ、その部分をせっかくこの機会で強化していきたいと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後、はい、全国のどの、はい、飲食の店長さんたちに、はい、宮田さんからちょっとこう頑張ってるよ的なメッセージをお願いします。恐縮、はいはい、ですけども、まあ、なかなかね、私もそうですけども、飲食今大変な時代に差し掛かっていると思います。まあ、その中でもやっぱりあの食べるっていうことは、ね、生きていく中で非常に必要なことですし、あの楽しみでもあると思うので、そういったこういう時代だからこそみんなで頑張って楽しみを届けられるあの仲間でありたいと思いますので、みんな頑張っていきましょう。ありがとうございます。荒井社長のメッセージ、今日本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、あのこの、川口プロアリーさん、はい、名前の由来はどんな感じなんですか。はい、あの川口で、はい、ブルワリーという、まあ、ビールの自家醸造所を、まあ、作りたいと思いまして、はい、ブルワリーとしました。また、あ、分かりやすくブルワリーという名前をそのまま付けさせていただきます。あ、そうですか、はい、なるほどですね。ここはもともとお店としてはどれぐらいの期間されてるんですか。はい、2015年の、はい、11月にオープンしてますので、はい、今ちょうど4年5年ぐらいです、はい、なるほどなるほど、はい、お店としてこうどんなことを届けていきたいという感じでこう始められたんですか。はい、お店はもともとカウチはビールが、うん、ビールの札幌ビールがございまして、はい、もともとビールがあった街から、うん、いつしかも左通りになくなってしまいまして、はい、それまた復活させたいという思いから、はい、今またある街カウチを買いたいという思いでこの店をオープンさせました。あ、そうですね。実際こうオープンしてからこんないいことがあったのか、お客様がこんな風に喜んでもらってるのか、どんなことがあります。そうですね、オープンしてからやっぱりもともと札幌ビールが感じにあったということも皆さん知っておりまして、うん、まあ、まだ復活したっていう、復活したねっていう言ってくださいって言ったりですとか、やっぱりビールを飲めて、まあ、そういう笑顔が非常に、まあ、嬉しいということで、お客様から声をいただいてます。なるほど、素敵ですね。ありがとうございます。僕は先ほどちょっと海のピザをいただきましたけど、はいはい、本当こう生地から美味しいですし、はい、あともう本当唐揚げとシーザーサラダっていう、はい、この組み合わせ、さらにそこに蜂蜜とマスタード、はい、この発想っていうのがすごいなというの感じなんですが、もう他にもこのお店を見ているとメニュー一つ一つ、そしてこうもう川口、この川口さんのクラフトビールとか
この発想というところが本当にすごいなというのを感じたんですね、はいはい、でこのこだわりのこのポイントっていうのはどんなところを置いてるんですか。そうですね、我々はやっぱりこう味とかじゃなくて、はい、まあ、調味料を変えながらですとか、調味料でつけて食べる楽しさですとか、はい、こう味を変えて食べる楽しさ、また他と違うところで差別化を作っていただいて、お客様に楽しんであげているような状況です。はい、今回この、新型コロナウイルスの影響でちょっとまあお店が通常通りできなくなってきて、で今回はテイクアウトという取り組みをされているんですが、このテイクアウトの取り組みの中で新井さんがここを大事にしたいとか、こんなことをご家庭に届けたいっていうところで大切にしていることっていうのはどんなことがありますか。そうですね、また現状、飲食では厳しい状況でございますけれども、はい、まあ、家庭は家庭で、まあ、非常に楽しい食卓の場というのがございますので、うん、まあ、こちら、まあ、飲食で作っているのと同じように丁寧に丁寧に一つ一つ、お料理作ってますんで、それを通して子どもの喜び、家族の喜びをお届けできればと思っております。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、最後に、はい、今同じようにこう頑張ってる飲食業界に対してですね、新井さんからこうメッセージを、はい、お伝えいただいてもいいですか。はい、今は非常に今先が見えずに、まあ、厳しい状況ではあると思うんですけども、まあ、ここをこの、まあ、飲食皆さんと乗り越えてやっていけばまた、未来があると思いますので、ここはまあ一緒に切磋琢磨しながら頑張っていけばと思います。この苦しい状況を一緒に乗り切りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、今日ご紹介しましたフライドエールチキンピザはこちらご覧ください。本当に美味しかったです。ありがとうございます。三原店長、新井社長、今日はありがとうございました。はい、今日も、テイクアウトでおうちレストラン、ありがとうございました。この企画ではですね、このテイクアウトで、おうちの、美味しさそのものを楽しめるということを、届けさせていただくことによって、今新型コロナウイルスの影響でちょっとこう暗いニュースが多い中で、少しでも家族で、そして飲食店が、盛り上がってくれる、そういった機会作りにつながっていけばということで始めさせていただいております。なのでこの、おうちでレストランを通じて、皆さんもおうちでレストランの味を楽しんでいただいて、ぜひちょっとでも元気になっていただければと思います。今日もどうもありがとうございました。最後に案内をさせていただきます。オンラインサロン、自分でお店の YouTube 動画を作ろう、始まります。今 YouTube でお店を PR したいが、何から始めていいのか分からなくて悩んでいる店舗経営者さん、こちらのオンラインサロン、自分でお店の YouTube 動画を作ろうに参加することで、3つのゴールを目指していきます。1つは YouTube 動画を自分で作り、自分で YouTube にアップできるようになります。2つ目はお店の YouTube チャンネルを自分で作れるようになります。3つ目は YouTube を通してお店の売上アップにつながるようになります。この3つを目指して取り組んでいくオンラインサロン、自分で YouTube 動画を作ろうにぜひ一緒に参加しませんか。詳細はこちらのコメント欄をご覧ください。ありがとうございました。カリさん、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。